ジェームズ・シュガーボーイ・クロフォードは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズの R&B、シンガー、ピアノ奏者、ドクター・ジョンなどがカバーしたアイコアイコのオリジナルアーティストとして知られている。シンガー、ピアニストのダベル・クロフォードは、彼の孫にあたる。1934年、ニューオーリンズに生まれたクロフォードは、市内のアップタウンで幼少期を過ごした。ニックネームのシュガーボーイは、かわいい子を意味する。 幼い頃の呼び名に由来している。1950年、ニューオーリンズのブッカーティーハイスクールに在学中、同級生とバンドを結成する。このバンドは、1952年にアラディンレコードより、シャウィーズの名前で、ノーワンツーラブメ、アーリーサンデーモーニングでデビューを果たした。翌1953年、チェスレコードとも契約するが、アラディンとの契約が存続していたため、 シュガーボーイザ・ケイン・カッターズ名義での契約であった。同年、後に愛子愛子として知られることになるジョック・エイ・モーを参加のチェッカーレコードよりリリースする。この曲はマルディグラ・インディアンのチャントにクロフォードが曲をつけたもの。レコーディングにはスヌーク・スイングリンがギターで参加した。ジスで3枚のシングルをリリースした後、 クロフォードは1960年代の前半までにスペシャルティー、インペリアル、エース、ピーコックなどのレーベルからシングルをリリースし続けた。1963年、彼は自動車に乗ってバンドと共に演奏先へ向かっていた際、当時は違法とされていた黒人が派手な新車を乗り回していた財で警官に止められた。この際暴行を受け入院したクロフォードは、 同時に2年間の免許停止処分を受けた。クロフォードはこの事件により活動の中断を余儀なくされることになる。一度は復帰を目指したものの、1969年以降はゴスペルを歌うようになり、R&B からは身を引いてしまった。1995年、ダベル・クロフォードのアルバムレッド・ゼム・トークにゲスト参加し、久々に元気なところを聞かせている。以後、 ラベルと共に1996年のニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバル、2008年のポンデロサストンプなど、いくつかのライブ出演を果たしている。2012年9月15日、病気のために死去。77歳坊ツ。ありがとうございます。